どうも、トロティストのダイです。どうも、夜もお風呂入らない、おさむでーす。お風呂入らないですよ。入らないですね、たまに。今回の企画は、ゲームのキャラと人間を連動させたらどうなっちゃうのか、検証していきます。おー、面白そう。いや、これできたらちょっとおもろしろくないですか？どういうこと？ゲームのキャラクターいるじゃないですか。歩いたり、まあ、銃構えたりするわけじゃないですか。するな。それを催眠術で人間の体に連動させちゃうんです。まあ、要は人間がそのキャラクターを見てたらその通りに動いてしまうのかっていう検証です。今回プレイするゲームはフォートナイト。100人のプレイヤーが生き残りをかけて戦うバトルロイヤルゲーム。おさむさんのチャンネルでおさむさんのプロ級の腕前が見れるので、ぜひ見てみてね。個人的には歌動画が好き。結構アクティブに動くよ、フォートナイト。まあ、僕はあんまそういうのじゃ分かんないんで。分かんないでやるの？一番と言ってもいいぐらいアクティブに動くゲーム。どこまで忠実に再現できちゃうのかっていうのをやっていきましょう。リコちゃんだっけ？リコです。どうです？今日の意気込みは。まあ、今回は、はい、いや、関わらないかもしれない。だって、アクティブな動き自分ができると思えない。運動は？短距離は得意。あ、卓球が得意。卓球のシーンあります？両方ないな。あと、水泳は苦手。水泳のシーンあります？ありますね。一番やばいじゃん。まあ、それも込みで全部、検証企画なんで。はい。失敗したら1分ぐらいで終わります、今度。それは面白い。俺、そういうの好きよ。じゃあ、やっていきましょう。レッツイプノ！一旦、おさむさんに連動させてみて、軽い動きがどれぐらい連動するかだけ見てみます。この右手と、そう、自分の右手が連動したら不思議じゃないですか。この右手が上がったら自分も上がってしまう。下がったら自分も下がってしまうっていうのがあったら不思議ですよね。それをやっていきたいと思います。ね、スッと力抜け、首の力、肩の力、スーッと抜け。三つ数えて目を覚ますと、あなたの右手は、おさむさんの右手と連動している。そう、相手が手を上げると、自分もなぜだか動いてしまう。三つ数えると必ずそうなる。一つ、二つ、三つ。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあ一旦見ていただいて、ゆっくり上げてもらっていいですか？ゆっくりです。はい。上がってる。手の動きは全部連動してるんで、ゆっくり握ってもらっていいですか？動かしてみてください。まあ、好きに動かしてみてください。異様な光景だね、これ。こんにちは。その声までは入らない。溶ける。もう普通に動かしてもらっていいですか？おい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 、どんな感覚なの？え、わかんない。なんかじっと見てたら動いちゃうって感じで、上がるときは風船の上がっていく感覚と、下ろされるときは重く感じるから、なるほど。動かしてるっていう感じはなくて、まあ引っ張られてる感じ。これが私の手になっちゃう。まあこんな感じで催眠術で何かと動きが連動してしまうっていうのは割とできてしまうんです。ただまあこれをゲームと連動させたことは今まで多分誰一人いないと思うので、これをどうなるのか検証していきます。レッツギフト。めっちゃいい顔してるんだけどね。この表情全部使われないから。そうだね。スッと力、首の力、スッと。では3つ数えて目を覚ますと、目の前のゲームのキャラクターと自分の体がなぜだか連動してしまう。そう、キャラクターが歩くとあなたも歩きます。銃を構えたらあなたも構えます。しかし歩くのはその場でしかあなたは足踏みすることができない。三つ数えると必ずそうなる。一つ、二つ、三つ。はい、ありがとうございます。さあ、やっていきましょう。お願いします。お願いします。成功してるっぽいですね。続けましょう。じゃあドア開けよう。なんかさ、どうすればいいの？私これどうすればいいの？あー、すごいな。どうしよう。待って、どうしよう。
構えてる構えてますいやすごいな、すごいすごいな、これでもすごい前に進みたくなっちゃう、やっぱ行きたくなっちゃうね、わい今回の動画一番やらせを疑われそう、あもうそんなことないんだよな茶番に見えるけどねじゃあジャンプしてこれ飛び越そうかな、うわどうなっちゃうの、はっあーちょっと待ってはっあーちょっと待って違う違う違う、ドゥンってなった、ドゥンって違うんだよ、説明させて、もう走りはできない、こうやって小刻みに動けない、ああじゃあ走ってみようか、俺ゲームの、まあ、俊敏性はまたちょっと違うんかな、ちょっと見てみましょ ょうどんぐらい変わるのか見てみましょう、ちょっと分かん、ああでも足の動きは変わんないかもしれない、あーへえ、はあはあ、まあ、そこまでは連動しないと、なるほど、これ構えてる構えてるよ、めっちゃ笑ってるめっちゃ笑ってる、ちょっと待ってこれ撃つという感覚がわからないから定番では動かないんだね、ああそっか、撃ってはないか、全体を見てる感じだと思います、私が視線見てるところが動いちゃう、だから、なんだろう、銃持ってるところを見たらここの手が動くみたいな、へえ、なんかそんな感じがする、じゃあこれこうしようか、あ、ここがね、あ、すごい、もうなんか上手くなってきて、ここはなんか、なんか一緒になっちゃった、この女の人と今な何わかんないけど誰も理解できないやん、その言葉じゃあ泳いでみよっか、うわこれどうなの、泳ぐ、あ大丈夫そう、ちょっとまあ見てみましょう、泳ぐはいけるか、ね、苦手って来たじゃん、行くぞ、あーん何が起きてんの、これつま先立ちになっただけです、何してんのあー、あ、動かん、へえ。これ何が、これは違うんだ、違うんだ、なんか私、なんか手が動かなくなっちゃった、あー、そっかそっか、やっぱ泳げないからかな、もともと、まあその泳げる人じゃないとやっぱ泳ぎができないんで、まあ猿見たことない人が猿のモノマネできないみたいな感じですね、イメージは、なるほど、はい、このこれ棒持ってるときすごい棒がハマるみたいですこれいい、棒好きだな、ちょっと本持ってもいい、本あ、クラゲはほら本だ、本持ってる、あ右手にペン、本だって気づいたらなってる、あ、ほんとだ気づいたらなってる、手の仕草が微妙に変わってんのよこれ何持ってるの、あ、地図か、え、本みんな理解できない、まあ、設計図だねこれは、あ、落ちる、大丈夫、落ちる、あ、やべ、敵来た、敵来た、待って待って、あ、飛んでる、待って待って、向こうガチで戦います、あ、待って待って待って、撃ってる撃ってる、ちょっと待って、すごいドキドキしてきた、待って待って待って、これ行くぞ行くぞ、ここフリーズするから前のめりになるだけだから何しての人もちょっと前には進んでるの、あ、とりあえず逃げ切れたわ、おう、え、すごいドキドキしてる今、大丈夫かな、あ、すごい、あ、すごい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 、あ、どんどん激しくなってきてる、あ、ちょっと大丈夫かな、おい、敵だ、あ、なに、やばいやばい、敵だ敵だ、などうする、待って待って待って、あーすごいすごい、もうどうすればいい、あーどうすればいい、いけいけいけ、うわ、なんななな、すげえ、あーあーあー私はクガクなんだけど何が起きてたの、私がこの人歩いてるって認識したら歩く、なんだろう、目の視点で、うん、手が動いちゃう、
からずっと私持ってるのを見ちゃってたから、そうか、だからリコの中では動き全体っていうよりは、まあ、手元を結構見てたの、重視で見てたみたいな。でも敵が来た時は本当にそこにいる感じがすごいした。すごい避けちゃったけど、没入感もあるんです。すごかった、敵に撃たれてる時はどうしたか分かんないって言ってたもんね。もうずっとこうやってやってんだから。へえ。体の動きが連動してるプラス、まあなんかその世界観に入ってる感じもあったみたいな。伝わるかなこの怖いさ。これはやばい。これちょっと伝わるかね。私たちも分からん。伝わるように言えないな。いやでもそこはやっぱりリコちゃん伝えていかないとやっぱさ。そう、すごいなんかさ、私をなんか操作した時からなんかすごいちょっと S だね。催眠術かかった人間からしてもうぶっちゃけどのレベルで信じました。さすがにこれはないだろうまで思ったのか。いやでもリコちゃんのことだからやっぱ俺嘘つく人には見えないから。まあ、そんなことしたことないし、嘘ついたりとかさ。嘘なんて女はつきますよ。ついちゃうの？ついちゃう。今日の動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。以上、ハイプのテストのお題でした。バイバーイ。バイバーイ。もうだって催眠術師の俺ですらも疑ってるから。まあでもそういうことしない子っていうのは、そのわさびのね企画をやったんですよとかで、まあ今までやるとどんだけかかってたんだって怒られるぐらいだったから、そんなこともしない子っていうのは分かってるんで、するわけがない絶対。こんなこれ伝わらないか。はい、やっぱ悪いやつじゃないしね、リコちゃん。ちょっとおさむさんがね、ちょっとなんかリコに対してね、いい声すぎんのよね、ちょっと